ダイエットやんなきゃって思うんだけど、なかなか重い腰が上がんないよなっていう時に見てほしい動画、ダイエットやる気になる方法。はい、今日の話はこちら、ダイエットのやる気の出し方。このダイエットしなきゃって思っている方が多いと思いますけれども、なかなかどうして行動に起こせない。さあ痩せたいって思ってるけど、いまいち重い腰が上がらないっていう方多いですよね。そんな人のためにダイエットってこうやってやる気を出すんだよっていう話をしていきたいと思います。なので今日の話っていうのはテクニックとかっていう話を深掘りする話ではないんで、ね、やる気を上げるやり方ね、お話ししていきたいと思います。まず、例えばの話なんですけど、皆さんね、いきなり、よし、鈴木、山田、吉田、車を作れって言われたらどうします？車作れって言われてもって思いますよね。そう。ね。いきなりね、例えば仕事でね、仕事であなたが工場で働いてたとして、よし、お前、車を作れって言われたら、無理って思うのは、大きすぎる目標だからなんですよ。私ももしね、工場で働いていて、ね、いきなり、ねじし、お前、ちょっと今日から車作れって言われても、いや、無理。そんな大きすぎる目標をね、言われても、無理ですよって思いますよね。そうなんです。それなぜかって言ったら、もう心の底でいきなり、あ、無理かなって思います。だって無理なんだもん。ね。無理かなって思い、あることが減退します。それ何かっていうと、大きすぎる目標を設定すると、行動意欲が減退するんですよ。人間ってそんなものです。いきなり大きいことはあれあれって言われても、いや無理ですって心にね、抵抗感が生まれ、行動意欲が減退するんですよ。でもね、ダイエットにおいて皆さん同じことするんだよ。ああ、そりゃ根岸さん車作れって言われたらそんな無理ですよね。そんなやる気起きませんよ。うん、わかるわかるって思ったあなた。あなたも同じことをダイエットで設定します。よし、40キロ痩せようみたいな。あなたがね、うん、BMI が35以上で、かなりの脂肪が溜まっていて、正常体重になるには40キロ痩せなきゃいけないけれども、皆さんは、よし、ダイエットだっていう時に、よし、このお腹に残った、脂肪全部落とすぞって言って、いきなり大きな目標を掲げるのはいいんだけど、掲げたその瞬間に皆さんは、とはいえ無理かなって思っちゃうでしょ。こうなったら、行動意欲が減退し、ダイエットは明日から、みたいになっちゃうんですよね。じゃあ、どうすればいいか、聞いてください。今から皆さん、ね、10キロ、20キロ痩せたい人、ね、40キロ痩せたい人いると思います。じゃあ皆さんは、どういう風に目標設定すればいいのかって、簡単です。大きな事柄も、小さく分解して考えれば、できることが見えてくるんですよ。ここが大事。できること。いきなりさ、皆さん、よし、じゃあ40キロ痩せてくださいって言われても、何すればいいんだろうって分かんないよね。だから、行動意欲が減退するの。車もそう。よし、じゃあ吉田、今からこの車を作れって言われても、ね、何をすればいいか分かんないから、いきなり大きすぎる目標は無理かなって思うから、行動意欲が減退するんですよ。例えば、車の話。よし、じゃあ車作れって言われても、ちょっと無理かなって、ちょっとっていうか相当無理かなって思うよね。だからやる行動意欲が減退するんですけども、ここで、ちょっと考えてみて。車って、小さい部品がいっぱい積み重なって、車を形なしてると思うんですけども、例えば皆さん、それを分解して、小さく分解して、ね、一個のネジ。この部品、これをもし作れって言われたらどう？車に比べたらネジ1個ぐらいなら作れるかなって思うでしょ？ここなんですよ。皆さんはいきなり40キロ痩せようっていうふうにね、目標を立てるけれども、そこだとね、精神的にかなりきついなって思っちゃうから、行動に起こせなくなるの。でもね、車と同じで、ほんと1個の部品だったら、なんとか作れるかなって思うでしょ？もちろんこれは工場で働いている人の前提の話だよ。何もしていないね、ホワイトカラーの、サラリーマンがネジ作れって言われても、それはそれで無理だけど、例えばの話だからね。工場で働いている人がネジ1個作ってって言ったら、あ、これならばできそうですって思うでしょ？でも、これでいいの。なぜかわかります？なぜかっていうと、車っていうのは、このネジ、
このネジの数でできてるんだもん。まあネジに限らないけれども、こういう細かい部品の数の合計が車というものを形なしているんですよ。皆さんはこれを忘れていきなり大きいことをやろうと思ってるんだけども、そうじゃないの。分解して分解して分解して最小単位である1個の部品、ネジ。これをまず作ろうよ。そしてこれをね、コツコツ作って数をこなすといつの間にか大きなことになってるんですよ。ここの考え方がダイエットにおいて皆さん抜けてるんです。いいですか？大きな目標も、ほにゃららすれば、ほにゃらが湧く。もうわかるよね。大きな目標も、こちら。小さく小さく分解すれば、何が湧く？あ、これならできるかなって行動意欲が湧くでしょ？いきなり車作れって言われても無理無理。いきなり40キロ痩せろって言われても無理無理。皆さんがまず、できることを小さく分解して、皆さんが目標としている大きな目標を小さく小さく分解して最小単位まで見つけることができたらスタート。いい？皆さんがやろうとしている目標、これをいきなりやろうとしないこと、最小単位を見つける作業、ここが大事なんですよ。皆さん、この最小単位を見つけずにいきなり断食始めたり、いきなりフィットネスクラブ始めたりするんだけど、それね、最小単位でもなければダイエットに直接関係することではないことをやってしまうんですね。なので大事なことっていうのは、まずは冷静に小さく分解する。ここからね、この目標というものは何でできているのか、この目標はどうすれば一個一個作れるのか、これを考えることなんですね。まず皆さん、じゃあ40キロ痩せるっていう目標を立てたとしましょう、ね。そうすると皆さんができる最小単位の目標っていうのがこちらです。1日に 100g から 300g の脂肪を落とすこと。これは現実的に可能です。ここをまず理解してください。はい。40キロ痩せるぞ！じゃあ まず自分ができる最小単位は何かなって言ったら、1日 100g から 300g 痩せること。これだったら可能です。はい。そう聞くと、そっか、1日 100g から 300g か。ペットボトルの水が 500g って考えると、それよりも小さいから、いけるかなって思うでしょ？これが大事なの。いきなり40キロって言うと、ね、どれだけ頑張ればいいのか分かんない。いきなり車を作れっていうのと同じで、あまりにも壮大すぎちゃって、行動意欲が減退しちゃうでしょ？でも、ネジ作ってくださいって言われたら、ネジならできるかな？ 100g 痩せてくださいって言ったら、100g だったらなんとかできるかなって思うでしょ？これが実は大事なの。たったこんだけのことなんだけどもね。じゃあ、こっから行動パターンに落としていこうか。1日 100g から 300g 落とせばいいよっていう時に、じゃあネギシさん何すればいいの？わかりました、教えましょう。はい、じゃあこれがダイエットね、痩せる数字の最小単位だとするならば、あなたの行動、ダイエットの最小単位は何かって言ったらね、これです。言っとくけど、これ以外にもいっぱいあるよね。1、2、3、4、5個、今日5ぐらい書いたけど、こんなのはネギ式ダイエットを見ればもう何百ってありますから、こういうことを1個ずつやっていくだろう。いい？ダイエットの最小単位っていうのは、例えばだよ。1日1時間歩いてみるとか、食後に歯磨きをすることで、夜食を食べないように抑制するとか、食事1時間前にゆで卵を食べることによって、その食事を暴飲暴食防ぐとかね。朝スイーツ食べる。これ何かって言ったら、夜にスイーツ食べて太っちゃう人がほとんどなんだけど、それを我慢して朝に繰り越すだけでも全然違うんだ。そして夕飯サラダにするだけ。皆さん太る原因っていうのが夕飯食べ過ぎだよね。なので夕飯サラダに置き換えてみ。いや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 、急に痩せるよ。そう、たったこれだけをまず皆さんやりましょう。そうするとたった一個のネジだよ。1日1時間歩くだけでもたった一個のネジ。食後歯磨きするだけでもいろんなことをね、抑止ができる。食事1時間前にゆで卵を食べる。たったこんだけの1個のネジが、この1日約 150g の脂肪を燃えるとすると、1ヶ月やってごらんよ。どうなんの？ 4.5kg 痩せるんですよ。いい？たった1個のネジがだよ。たった1個のネジが
こんだけの結果を生み、この合計で素晴らしい数字を生むってことなの。皆さんはなんか壮大なこと、あ、今日もフィットネスクラブ行かなきゃとか、あ、今日もスクワットやんなきゃ、腹筋やんなきゃとかって思うでしょ。それは続かないよ。自分ができる最小単位を見つけること、たったこんだけ、たったこんだけだよ。けど大事なことっていうのはこれ、最小単位をコツコツやること。皆さんが乗っている車だってネジの集合体でしょ。皆さんが痩せたいと思っているのは努力の集合体なんです。で、ここで問題なのが、できることじゃないと継続できません。 YouTuber が言ってるような、毎日腹筋しましょうね、スクワットしましょうね、最初の 3日間はできるかもしれないけど大体挫折するでしょ。だからこの生活リズムの中に組み込めるレベルのことをやればいいの。これがダイエットの最小単位です。はい、本日のまとめ、いい？ダイエット、やる気出ないの分かるよ。でもやる気が出ないのは何かって言ったら、大きなことをやろうとしちゃってるの。もっともっと小さく分解して、自分ができる最小単位にすればできることが見つかる。そう、できることを見つけよ。やる気が出ないなら最小単位を1日1個やろう。あれもせえこれもせえなんて言わない、1日1個やっていこう。自分ができることを見つけよう。これが本当のダイエットのやる気の見つけ方なんですよ。いきなりファスティング、いきなり金盛り式で牛脂を食べろ、いきなりね腹筋トレしよう、無理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 、そうじゃなくって、もっともっとブレイクダウンして、ちっちゃくちっちゃく分解して、今やろうとしている目標の最小単位、自分のネジは何かな、自分ができる作れそうなネジ1個は何かな、できそうなネジ1個は何かなってことを考えてくださいね。最小単位は 100g から 300g 痩せればいいの。ということは、自分の中で一番できそうなダイエットの最小単位を1日1個でいいから必ずやる。いい？自分の心理的な壁を乗り越えられるぐらいのレベルでいいから、意外と簡単でしょ？うん。で、あなたにとって一番何がベストなダイエットの最小単位かっていうのは、もしよければ私に相談してください。私はダイエットのプロです。で、皆さんは勝手な判断でダイエットの最小単位を YouTube とか TikTok を見て、あ、これならできそうだなってやるんだけれども、嘘が横行しているからね。いい？よく最近言えるのが、1日これを5分やると痩せるよなんていうのをよく YouTube のショートとか TikTok で見るでしょう。ね。もう、それはさすがに嘘。ね。最小単位だけど、ね。全然ダイエットとは関係ないものをやっても、重ねても、意味ないものを重ねても結果出ないからね。ここをね、しっかりと理解して上で、私の無料のメールマガジンを読んでいただければ、あなたにとって必要なダイエットの最小単位が見つけるので、ぜひこの動画の下の概要欄に私の無料のメールマガの登録の URL 貼っといたんで、私のメールマガを読んでいただいて、自分に当てはまるダイエットの最小単位を見つけてください。はい、今日の動画はいかがでしょうか。この動画が面白かったな、参考になったなって思っていただけた方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。私の読むだけで痩せるダイエットメールマガジン登録してくれましたか。今このメールマガに登録していただけると、特典としてあなたが 200% 痩せることができるネギ式ダイエットマル秘動画をプレゼントしています。夕飯にあることをするだけで1キロから2キロ痩せることができる魔法のようなダイエット法、これを知りたい方はぜひ私のメールマガジンに登録してください。動画の下の概要欄にそのメールマガの登録の URL を貼っておきました。